今この瞬間に違う現実も同時に存在してるパラレルワールドって言ったりします。パラレルワールドっていうのは未来にあるわけじゃない、今この瞬間パラレルに移動できるんですよ。自分がどんなパラレルに行きたいか、どうなりたいのか、意識すると意識したものが自分の現実にやってくるようになる。幸せな方もセレクトできる、そっちの自分にアクセスする。一日の中で素敵な出来事が増えたり、素敵な景色が見えたり、いい世界が見えてきたり、いいアイデアが来たり、昨日と同じ場所にいるんだけど昨日と見える景色が違うんですよ。素敵な世界、そのパラレルの方に、自分がシフトする、いい現実が見えやすくなってくる。今この瞬間から素晴らしい現実にシフトできると、そんなお話をお伝えをしていきます。昔こんな決断をしたから今こんなことになっちゃってるってくよくよしてあったりとか、今の自分の現状はなんでこんな感じなんだろうって後悔してたりとか、今この瞬間ネガティブな現実が訪れてて気持ちが沈んでる人とか結構いらっしゃるんですけれども、そんな人でも今この瞬間から素晴らしい現実にシフトはすることができるんですよね。それは今ある程度満足している人ももっと素敵なね、幸せで豊かな現実というところにもシフトできますし、そんなお話をお伝えしていこうかなと思います。なんか過去を悔やんでたりとか、あの時ああしていればとか、あの人あの時ああしていればこうなってたのにみたいな、それをしてなかったから今こうなんだみたいなね、原因と結果を結びつけてたりするんだけれども、そうじゃなくて、ああなってたから今こうなんだじゃなくて、今この瞬間に違う現実も同時に存在してるんですよね。よくパラレルワールドって言ったりしますけど、結構僕たちの頭ってなんか2つの異なる事象を結びつけるっていうことをすぐやっちゃうんですよ。あれをしたからこうなってるとか、あれが原因でこうなってるとかね。すごく面白いんだけれども、同じ現実を見ていても、例えば同じ出来事があったとしても、あれがあったから自分は良かったと思う人もいれば、あれのせいで自分がこうって思う人もいる。人って疑い出すとキリがないですよね。疑い出すと全て疑わしく見えるっていう性質があったりとかするじゃないですか。ネットの世界で言うと、例えば陰謀論なんか特にそうだけれども、僕はまあ陰謀みたいなのもあるとは思ってるんですけど、別に陰謀論みたいなのには別にどっちでもいいと思う。でもこの世を支配する存在というのはあるとは思ってるんですよね。思ってるんだけど、そんな囚われてないスタンスを選んでるんだけど、自分の幸せとか自分の豊かさっていうのはこの人たちがいても、そういう大きなものがいても、自分レベルの幸せや豊かさっていうのは自分で作れるっていうのを選択してて、それを実際僕も実現してきたので、あんま関係ないなと思ってるんですけれども、それはまた話別として、で陰謀論で、世の中全てが疑わしく見える人っていうんですよね。そしたら、ね、どのニュース見ても、あ、これも陰謀だ、これも陰謀だって見えてくるんですよね。でもそれを信じてない人は、それってそんな捉え方しちゃうのっていうことを皆さんも経験ないですからね。だから人って A っていう現実を信じ出すと、世の中の全てが A のように見えてきたりとか、違う見方をすると世の中が全てそのように見えてくるもんなんですよね。つまり2つの違う事象も人って結びつけて考える。過去のネガティブな出来事が本当は関係ないのに、ネガティブな出来事があったからこうなってるって勝手に解釈しちゃってる。原因でも結果でも何でもないのに、原因と結果のように結びつけてしまうっていうことを人は結構やってるんですよね。それぐらい人は現実をねじ曲げて解釈してる。まずそのことを知っとかれるといいのと、それともう一つ、この世の中には同時にいろんな世界があるんですよ。波動で見える現実っていうのは全然変わるんですよね。自分の波動が同じ現実を見るんだけれども、自分の波動が低いときここが見えるんですよ。自分の波動が高いときここが見えるんですよ。でも見ているのは同じ現実なんですよね。これがスピリチュアルでも何でもない僕なりのパラレルワールドっていう概念、こういうことなんだなっていうのを感じてるんですよね。同じ道歩いてても人によっては気づくものが全然違うんですよ。気づく人が全然違うんですよ。僕の事務所は、ね、東京の表参道ってところにあるんですけれども、表参道から原宿の明治神宮までずっと続いてるんですよね。
その通りにはいろんな人が歩いてるんですよ。僕が通り歩いてて気づく人と、違う人が同じ通り歩いてて気づくことっていうのは全然違うんですよね。人によってはこの通りってなんて活気が満ち溢れて美しい通りなんだって思う人もいれば、この道はなんかゴミゴミしてて、変な人ばっかりであまりいたくない場所だって思う人もいるんですよ。同じ通りを通ってるんだけれど、見えてる現実が全然違うからなんですよね。そうやって同じ世界に生きてたとしても人は見てる現実っていうのが違うんですよね。これこそがパラレルワールドっていうもので、今なんでこうなっちゃったんだとか、今の思わしくない人で、過去の出来事であれがあったからこうなってしまったって思ってる人も結構いたりするんですけど、違うんですよ。今この瞬間のこの現実の中に、自分が見てるのはそこだけで、波動を変えると違う現実っていうのがあるんですよね。だから今この瞬間からこっちにシフトするっていうことができるんですよ。今この瞬間から今ここにいるんだけれども、こっちの現実を見に行こうと思えば見れるんですよね。そっちにシフトをしていくといいですよね。そのためにはまずはこの現実の中にはいっぱいの見え方、いっぱいの世界があるということをまずは知っておくこと、これがまずめちゃくちゃ大事です。それをしたら、その後自分はいい現実の方にアクセスできるって自分のことを強く信じてあげることです。多くの人は自分を否定したりとか、過去のあの出来事のせいでこうとか、なんか今のこのネガティブなところに自分を勝手に固定化しちゃってるんですよ。自分ってこんな人間だからとか、ああいうことしちゃったからとか、あの時の選択でって言って、今のこのネガティブなところに固定化してるんですけど、違うんですよ。それは自分が勝手に固定化してるだけなんですよ。こうだからこうとか、自分はこうだからこう、あれがあったからこうみたいな。ここに固定化しちゃってるんですけれども、ここをセレクトしてるのは自分なんですよ。でも見方変えたりとか、自分は今この瞬間、この横にある現実も、さらに横にある現実も、本当は選べるんですよね。この概念を知っておいてください。固定化させてるだけで他の世界はあるって、他の世界を見に行くには今この瞬間自分は大丈夫なんだって信じてあげること、自分は大丈夫なんだ、シフトできるんだっていうのを自分の中で信じてあげること、自分は今こうなんだって勝手に信じてここに固定化してるだけだって、思ってあげること、これって何かっていうと、固定化してる、自分がセレクトしてるんだっていうことを知ることで、自分の中にエネルギーが戻ってくるんですよね。自分は選択できるんだっていうね、そういう視点に立つと自分の方にエネルギーが戻ってくるんですよ。こっから選び直すことなんですよ。選び直す。じゃあ自分はどうなりたいの？そのなりたい世界に意識をして、その波動に合わせていくとですよ。より幸せでより豊かな世界で、自信に満ち溢れた世界に行くっていうのは、その状態を作り出せばいいんですよ。これが実は僕はツイッターとかで毎朝つぶやいてるんですけれども、口角を上げて上を向いて深呼吸することなんです。今このネガティブな方にいたら自信なさげなんです。そうじゃなくて、より素敵な世界の自分っていうのは、より前向きで、より満ち溢れた自分なんです。これが口角を上げて上を向いて深呼吸です。こっちもセレクトできるんだ、幸せな方もセレクトできるんだっていうことを自分の中に思ってあげて、そして、そっちの自分にアクセスする。口角を上げて上を向いて深呼吸。なんで楽しいんだとか、まあそんな無理やり前向きな言葉は使わなくていいですけれども、自分の中にセレクトできる自分がある。この口角を上げて上を向いて深呼吸している状態ってすごく波動高いので、それをやってるだけでいい世界が見えてくるようになりますから、いい世界が見えてきたりとか、いいアイデアが来たりとか、違う角度からさっきの自分が見えたりとか、この状態を変えるっていうことをやってみてください。特に上を向いて口角を上げるっていうのはめちゃくちゃ大事なので、下向いてると波動は下がります。うつの人、悩んでる人は下向いてるんです。で、自信に満ち溢れた人は上向いてるんです。自信を満ち溢れろって言ってないです。自信に満ち溢れた形をすればいいんですよ。そうなれというよりか、形をすると心が後でついてくるので、そうすると今この瞬間にたくさんある現実の中の波動が高い世界にアクセスできるようになるので、まず一つは原因と結果から離れる、これだからこうじゃなくて、
関係ないですから、あれがあったとしても、あれがあったから今があるではないんですよ。勝手に結びつけてるだけなので。人によっては、あれがあったおかげでこれって思ってる人もいるんですよね。こっちの素敵な世界に来ている人は、あれがあったおかげでこうなんだって思ってる人もいるので。だから勝手に結びつけちゃってる。で、そのセレクトしてるのは自分なんだって思うことで自分の中にエネルギーが戻ってくる。このエネルギーっていうのは何かっていうと、現実創造。自分から現実を作り出すエネルギーなんです。それは、自分がセレクトしてるんだって思うことで戻ってくるので。その状態で、じゃあ、素敵な方向に、素敵な世界をセレクトしようと、自分の中で決めて、その世界の自分を作る。口角を上げて上向いて深呼吸。これをぜひ、やっていただくと、いいパラレルの方に、自分がシフトするので、いい現実が見えやすくなってくるのでね。それをぜひ、やってみてください。今この瞬間から素晴らしい現実にシフトできる。これを毎朝やってほしいんですよね。口角を上げて上向いて深呼吸。今この瞬間素晴らしい現実にシフトしてる。で、この状態でシフトしますから。これをことあるごとにやっていただくと、一日の中で素敵な出来事が増えたりとか、素敵な情報が入ってきたりとか、素敵な景色が見えたりとか、そういう風になってる。でもこの昨日と同じ場所にいるんだけど、昨日と見える景色が違うんですよ。昨日変なおじさんが身についてとかだったのが、同じ場所にいながら、なんかいい人がいたり、いい景色が見えたりしてくるのでね。ぜひそれを体感いただければね、嬉しいなと思います。今この瞬間から素晴らしい現実にシフトできる。波動的パラレルワールドの移行の仕方っていう、ね。パラレルワールドっていうのは未来にあるわけじゃないんですよ。こうやっていけば違うパラレルに移動できるじゃないですか。今この瞬間パラレルに移動できるんですよ。今この瞬間を重ねていくことで、また次、また次っていう風に展開していくので、未来のパラレルじゃない、今のパラレル。そこも間違えないようにしていただくといいかなと思います。波動的パラレルワールド移行法というね。実はすでに世界はパラレルに分かれているという。ね、もっともっと現実的なお話になります。いいパラレルっていうのはね、平行現実みたいな感じで言われるんですけれども、最近本当に波動が違う人とは合わなくなってきてるなっていうのを感じる出来事があってですね、今年この夏ですかね、大きなイベントに参加したりとか、そういったことが続いてたんですけれども、僕としてはね、珍しいんですけれども、そうするとですね、同じ会場にいたり、同じ場所にいるんだけれども、この世の中って、自分の波動と違う人、波動ってまあ何かって、まあどんな人も波というのを出しててね、で、気が合うことを波長が合うって言いますけれども、自分が出している波と似たような波の人とは気が合うんですよね。気が合うどころか、最近はその自分が出している波と似たような波じゃない人、違う波の人とはあんまり合わないなっていうことを感じてて、話戻ると自分と気が合わない人、波動がちょっと合いそうにないなって人とは本当に合うことがないんですよね。全然、同じ会場にいることっていうのはあるじゃないですか。どんな人でも、例えば講演会でもそうだし、セミナーもそうだし、何かのパーティーとかね、そういったこともありますけれども、同じ空間にはいろんな波動の人がいらっしゃるんですけれども、前は違った波動の人とも交流したりするってことは結構あったんですけれども、最近本当それがなくて、本当合わない人とは話もしないし挨拶もしないみたいな、そんな感じ。ただこれ合う合わないといい悪いは全然違いますからね。どっちがいいとかどっちが悪いとかではなくて、自分と合わない人とは本当に交流することもなくなってるなっていうことを感じることが最近多くてですね、だから風の時代に入って世の中が二極化するっていうのを言われて久しいんですけれども、そういったものがより強くなってんじゃないのかなということをここのところを改めて感じてましてね、だから自分の波動を高めていくと、波動が違う人とは本当会いにくくなってくるので、今日はパラレルワールドって話なんですか、同じ空間の中に
まあ、パラレルワールドって平行現実みたいな世界で SF 的に語られるんだけれども、僕はこの現実世界の中にいろんなパラレルの現実があるって見てるんですよね。同じ空間の中にこの波動の人で、この波動の人はここ、この波動の人はここって言って、本当明確に分かれていってるっていう感じがするんですよ。一つの空間の中に様々な波動の現実っていうのがあって、その自分に合うその波動の現実を自分は経験してる。だから人との出会いっていうのがそれが最たるものであって、似たような波動の人同士が集まって、でこれがね、先ほどから言ってるように、混じり合いにくくなってるみたいなね、そんな感覚がありますよね。でこれは人だけではなくて、情報にも波動があります。場所にも波動があるんですよね。違う波動世界の情報はもう入ってきにくくなってるし、まあ実は SNS とかもそうなんですよね。SNS って、皆さん何か調べ物をしたら、例えば北海道旅行とかでね、検索したら、その後 Twitter にしろ、Facebook にしろ、インスタにしろ、何でもいいんですけれども、SNS で北海道旅行の広告が出てきたりするんですよね。いいねとかするとね、その人の情報ばっかりが出てくるとか、その人に近しい情報が出てきたりとか、YouTube もそうですけど、そうやって情報も自分が今求めている情報とか、自分に最適化された情報だけが出るようになってるんですよね。ここでもパラレルワールドっていうのができつつあるんですよね。だから現実世界の中でも自分の波動と似たような波動の人としか交流しなくなってるし、そういった情報しか入ってきづらくなってるっていうね、自分の波動を変えていくことで、本当に違うものと混じり合わないし、今自分がどれだけネガティブな世界にいたとしても、でも人ってネガティブな世界にいるとそれがこの世界の全てだと思いがちなんですけど、そんなことはないですからね。いい素敵な波動世界っていうのもあるので、そちらにアクセスできるようにしていくと、より幸せで豊かな出会いであったり、そういった情報っていうのがやってくるようになるのでね。じゃあ違うパラレルに移行するにはどうしたらいいかっていうと、やっぱりね、いつも言ってますけど、波動を整えることっていうのは大前提にあります。自分の体の状態、心の状態、エネルギーの状態、環境の状態、これらの状態を整えること、それと、これは常に整えてくださいね。もう一つなし、自分がどうなりたいのかっていうのを常に意識しておくことです。そのイメージをするっていうのがめちゃくちゃ大事なので、もう一回言いますね。自分がどんなパラレルに行きたいか、どうなりたいのかですよね、っていうのを常に、自分で明確に意識しておくことです。意識するとそっちの情報にアクセスしだすので、先ほどの SNS の例でもそうですよね。自分が北海道旅行したいって思ったら北海道の情報がいっぱい入ってくるようになってます。インターネットの世界っていうのは、僕たち人間の仕組みを現実世界に持ってきたものですから、世の中にある全てのものっていうのは宇宙の法則とか人の性質とかっていうのを現実に形として表したものでね、僕たちの意識そのもの、脳そのものがこうなってるので、意識したものが自分の現実にやってくるようになる。自分がこうなりたいっていうことを明確に思っておくと、その情報が入ってきやすくなるし、現実世界に現れやすくなるので、これがめちゃくちゃ大事。そうするとそっちのパラレルに行きやすくなるんでしょうね。僕が昔から可愛がってもらってるメンターの方がいらしてね、年に1回ぐらいしか今お会いしないですけど、でも今も関係は続いてるんですけど、昔ね、そのメンターが教えてくれたことの一つで、経営者っていうのは毎月1回仕事、会社から離れて、自然の中とか、まあ日常から切り離されたところで、自分がどうなっていきたいのかとか、自分の会社をどうしていきたいのかっていうビジョンを見直すという、設定する時間を取るっていうのが一番生産性の高い行動で、経営者っていうのはそういう時間を取らないといけないんだっていうことを教えてくださったことがあってね。僕は今なかなかで、その時間取れてないので反省した方がいいんですけれども、改めた方がいいんだけれども、それぐらいビジョンっていうのが大事で、
それは実は会社経営だけじゃなくて、僕たちも自分の人生を経営してるわけですから、常に月に1回日常から離れることです。日常の中にいるともうあれやらなきゃこれやらなきゃっていうことばっかりに意識取られるので、日常から離れた場所で自分はこれからどうやっていきたいのかっていうことを見直す時間を持つ、なんなら書き出したりとかする時間を持つっていうのがめちゃくちゃ大事。月1ってなると結構ハードル高いので、まあ季節に1回ぐらい、最低でも年に1回ですよね。そういう時間は取った方がよくて、それを設定して、で、それを常に意識すると、そっちの方向の情報が入ってきたり、そっちのパラレルに移行しやすくなってくるのでね。状態を整えることと自分のビジョンを常に明確にしておく。こうなっていきたいんだっていうね、それは常に意識するようにしてください。そうするとそっちのパラレルの情報が入ってきたり、そっちのパラレルの出会いがあったりとかね、していきますから。僕たちはね、僕の2冊目の本でミリオネアバイブレーションっていう本があるんですけれども、その本にフォーカスの法則っていう法則を紹介してるんです。これは何かっていうと、人は意識したものが増えるっていうね、そんな性質を持ってるんです。意識したものが増える、意識した情報が増える。だから子供をねお持ちの方はわかると思うんですけれども、子供を妊娠してる時って芸能人の妊娠のニュースが増えるんですよね。妊娠出産とか、そんなニュースが増えるんですよ。でもそれは増えてるわけじゃなくて、毎年同じなんだけれども、自分の意識がそこにあるから、だから増えたよ、もうキャッチするんですよ、意識的に。あと車を買ったことがある方はわかると思うんですけど、自分が車をなんかの車種を検討しているときには、その車が街中で増えたりとか、ハイブランドの狙ってるバッグを常にあのカバン欲しいなと思ってたら、街中でそれを持ってる人が増えて、あれあのカバンブームなんだろうかって思うんですよね。だから何を意識するかっていうのはめちゃくちゃ大事なので、だから自分はどんなパラレルに行きたいのか、それを常に明確にして意識しておくということをやってみてください。その世界っていうのは自分のすぐそばにあるので、その情報がどんどん増え出しますから、それをぜひやっていただくとね、いいかなと。だから今は本当そのパラレルごとに分かれる力っていうのはすごく強くなってるなっていうのを改めて感じてますので、そっちの方向に行くとよりそっちにつながりやすくなっていくのでね、そんなことをトライしていただくとね、いいかなと思います。自分の波動の見分け方、波動が下がっている時に起こることという、波動が下がってしまうとですね、僕たちの現実というのは自分もそうだし、現実に見える全てのものに波動がありますので、波動が下がってしまうと、その下がった波動、低い波動に共鳴する波動の低い現実が見えてくるんですよね。で、波動が高いと、その波動に共鳴する波動の高い現実が見えてくる。で、波動の高い現実って幸せや豊かさを感じやすい現実で、波動が低い現実というのはネガティブな現実になるので、波動が下がらず高くしておく方がいいんです。とはいえ、自分では自分の波動がわからないですよね。なので、波動が下がっているとき、こういうことが起こるので、意識するといいですよというお話なんですけれども、波動を気にしすぎると、気にしすぎて波動が下がるってことがあるので、お伝えすることが現実の中で起こっているのに気づいたときには、波動を整えるってことをしていただければと思いますので、結構いろんなことが起こります。お伝えするいろんなことが一つぐらいあっても気にしすぎなくていいので、一つぐらいあるから私波動低いんだろうかって思ったら、これ気にしすぎると波動下がるのでね、日常の中で波動を整えるっていう習慣を持たれるのが一番いいです。僕のこの本とかね、成功している人はなぜお共鳴するのか、こちらの本とかでは日常でできることをいろいろお伝えしているので、そういった本を参考にしていただいてもいいんですけれども、波動が下がってくるといろんなことが起こってきますので、複数のことが起こってきたら気をつけようかなということを意識されるとですよね。で、まずは何が起こるかっていうとね、暴飲暴食するってことが起こったりします。波動が下がってくると暴飲暴食する、すごい食べちゃうとかすごく飲んじゃうっていうことが起こります。僕も日々波動のことは整える習慣を持つってことをするんですけれども、例えば、多くの人の前に出たり、去年全国講演会しましたし、去年の秋とか今年の1月には講演会をしていて、やっぱり結構受けるんですよね、マイナスのエネルギーを。
それは皆さんが僕を恨んでるとか、皆さんが僕を攻撃するとか、そんなんではなく、普通に人と関わっていろんな人の前に出るといろんなマイナスのエネルギーも受けちゃうんですよね。あと僕は、がっつり浄化とブロック外しのセミナーであるとか、そういうのをするとやっぱね、結構マイナスの波動を受けるんですよね。マイナスのエネルギーのこと邪気って言いますけれども、そうすると、その後すごくね、食べたくなるんですよね。食べたくなったりとか、すごく飲んじゃったりとか、まあ深酒はしないようには心がけてるんですけれども、スタッフと飲みに行った、さらにその帰りにコンビニに寄ってさらに買って、家帰って飲んだり食べようとしたりとかするんですよね。そうなった時には結構受けてるんだなと思って整えるようにはしてますよね。暴飲暴食したくなるっていうことがあります。ただ食べたいから食べてるんですよね。飲みたいから飲もうとするんですよね。波動って今の自分と同じものを居心地よく感じたり心地いいと感じたりするので、波動が下がっている時は波動が低い行動を心地よいと思います。だから食べたくなるし飲みたくなるし、食べてると楽しいし飲んでるとすごい楽しいなと思うんですよね。でも普段そこまで食べてそこまで飲んでない人が急にすごく食べたくなったり急にすごく飲みたくなったりっていう時には注意されるといいですよね。2つ目、無駄遣いが増えます。買わなくてもいいのに買ってしまうとか、着ないのに洋服買ってしまうとか、結構波動が下がってくると無駄遣いが増えるんですね。暴飲暴食とちょっと形変えて、無駄なものにお金をたくさん使ってしまうってことが増えるので、好きなものを買うは全然いいんですけど、でも自分の身の丈以上のものを衝動買いしてしまうとか、その衝動が抑えられなくなるとか、そういった時には要注意ですよね。それと生活習慣が乱れてきます。生活習慣にも波動の高い習慣と波動が低い習慣っていうのがあるんですよね。波動の高い生活習慣っていうのはやっぱ結構整えられた、朝起きて運動されてる方は軽い運動して、夜はお風呂に入って寝るというね、そして睡眠時間が確保されてるというの、これが整った生活習慣なんですけど、これが乱れてくるんですよね。昼夜が逆転したりとか、運動してたのが運動することが億劫になってきたりとか、お風呂入らずにシャワーで済ませてるとか、こういった乱れた生活スタイルになってくると生活の習慣というのを元に戻すということをされた方がいいですよね。思考がネガティブになってくるっていうことが多い。すごい心配になってきたりとか、僕たちはもともとポジティブ思考が強い人と、もともとネガティブ思考が強い人もいるので、もともと心配性な人は私波動が低いから心配性なのかなっていうことは思わなくていいんですけどね。もともと心配性なんだけれども、さらに心配でいてもたってもいられなくなるってことはあるし、もともとあんまり何も気にしない人が思考がネガティブになって自己否定が強くなったりとかっていうことはあるので、この変化の部分で捉えてくださいね。もともとネガティブな方が思考がネガティブになるっていうと結構心配になられると思うので、でも人はもともとポジティブあまり気にしない人と結構気になっちゃう人もいる。もともと気になっちゃう人はそれはそれでいいので、そこは自己否定しなくていいかなと思います。それとマイナス感情が出やすくなります。些細なことで腹が立ったりとか、些細なことで悲しくなったりとか、マイナス感情が出やすくなるってこともあるので、そういった時にはぐるぐるワークしてくださいね。ぐるぐるワークっていうのは、僕たちの心の中に溜まっているネガティブ感情ってみんないっぱい溜まってるんです。僕にも溜まってますから、ネガティブ感情を感じた時のことを思い出しながら白紙にぐるぐるって書いて、で一通り出たなと思ったらビリビリに破って燃やすっていうワークなんですけれども、過去の動画で感情のクリーニングっていう動画がございますので、そちらご覧いただいてもいいですし、僕の過去の本6冊すべてにぐるぐるワーク感情のクリーニングを全部に書いてますので、そういったことをしていただければと思います。あと服装が乱れるってことがあります。波動の高い服装っていうのは品性品格があるとか、清潔感がある、安心感がある、整った服装ですよね。それが波動の高い服なんですけれども、ヨレヨレの服が着ててもあんまり違和感を感じないとか、破れた服を着てても違和感を感じないとか、汚れてても違和感を感じないとかね、そういったことが起こってきます。この違和感を感じないっていうのが波動がその乱れた服装に共鳴してるってことですので、あとおどろおどろしい模様ですよね。ドクロの模様とかそういったものが好きとか違和感感じないってなってくると、ちょっと意識されるといいですよね。
あと部屋が乱れるってことがあります。僕は結構部屋が散らかっててね、なかなか片付けるのが苦手なんです。片付けるのが苦手なので、なんともね偉そうには言いにくいんですけれども、でも普段そこまで部屋がね、散らかってない人の部屋がどんどん散らかってね、乱れてきたりとか、部屋が乱れるっていうことは結構あります。まあ僕もそう言いながら片付けるようには意識してますけどね。でもやっぱり暴飲暴食したりとか生活習慣が乱れてくると連動して部屋がより散らかるようになるので、整えることを意識するようにしていただければと思います。最後ですけれども、人間関係が乱れるってことがあります。ネガティブな人とご縁ができてできたりとかね、否定的な言葉をいっぱい言う人、あとエネルギーヴァンパイアみたいな人、ちょっとダークな人とご縁ができたりね、そういった人と一緒にいてもあんまり違和感感じなかったりとか、前ならこういう場所に来るのは、例えば飲み屋さんとかでもね、こんな暗いとこ来るのは抵抗があったんだけれども、抵抗なくなったとか、そういった時はちょっと波動低くなってるんじゃないかなとかね、意識されるといいですよね。まあいろんな出方があっていろんな見方があるんですけれども、そこまで気にする必要はないので、そういったことがあったら整えればいいだけですからね。自分を整える浄化をしたりとかね、すればいいだけですので、そういったことが起こったら波動が下がってるかもしれないから、お清めをするとか、ぐるぐるワークをするとか、単純に部屋を片付けたりするとか、そういった整える方法を試していただければ、また元に戻るものですからね。波動はすぐ下がるんです。すぐ下がるっていうことは、すぐ元にね、波動のいい状態に戻せるってことですので、落ちきらない、落ちた状態でずっと過ごしていくと、やっぱネガティブな現実にアクセスしやすくなるので、そうではなくて自分の波動の見分け方ですので、そういった状態になってたら、ああ最近落ちてるのかなと思って、波動を整えるってことをする。注意事項が1個あってね、これはたまにお伝えするんですけれども、やりたいことも波動で変わるんですよね。波動が高い時の好きと波動が低くなっている時の好きが変わるんです。で、波動が低くなっている際には暴飲暴食してしまうということをお伝えしましたが、僕昔すごいいっぱいの邪気をもらってしまって、その当時結構疲れやすかったんですけれども、当時暴飲暴食を結構しちゃってたんです。でも自分では暴飲暴食してるって気づかないですよね。好きで食べてるし、好きで飲んでるんですよね。飲んで食べてってするのがすごく楽しいって思ってて、当時大好きなことをするとうまくいくっていうのを信じてましたけれども、でもあるご縁ですごい浄化をしてもらったことがあって、そうするとなんであんなに食べてたのか、なぜあんなに飲んでたのかがわからないっていうね、生活乱れてたなって、浄化をして波動を高くすることで、改めて低くなってた自分の波動が分かったので、好きとかやりたいっていうのは波動で変わるんだっていうことを知っておいていただくとね、ただ波動をきちっと整えておけば、これも全然気にする必要はないので、波動が低い時の好きやりたいっていうのは結構要注意、このこともぜひしておいていただくといいんじゃないかなと思います。桑名さんの LINE で、理想の自分もたくさんいる自分の中の一つというメッセージに勇気づけられています。今日ちょっと苦手だなと思う人、同じ会議で行く前から警戒してましたが、案の定その人に振り回され、結果的に恥をかく羽目になり、私はなかなか正直な気持ちをさらけ出せず、取り繕ってしまうところがあり、それも原因だと思います。そんな自分を周囲は見透かしていると感じてしまいます。心持ちのアドバイスをいただけたら嬉しいです。自分のために正直な気持ちをさらけ出させてあげるって、思うといいですよ。こういうことは嫌だとか、嫌なことをしっかりと自分のために断ったりとか、それはちょっと申し訳ないけど無理ですとか、そういったことをしっかり表現するっていうの大事です。それも自己愛ですから、仕事は仕事でもちろんあるんだけれども、でもまずは自分はそれは難しいっていうこととか、それはできないとかいう、そこをちょっと一回やってあげると、ちょっと状況っていうのは変わってくると思いますよ。そうやって自分を守ることであるとか、自分自身を表現するっていうことを勇気を出してやることで、波動って強くなるんですよ。で、自分の波動が強くなると、そういった人に影響されにくくなるのでね、それをぜひやってみてください。自分の内側さんの声を聞けるようになるための訓練のようなものはありますか？
自分の内側の声っていろんな声があるので、どれが自分の内側の声かっていうのはなかなかわからないですよね。多くの人が自分の中の満たされない思いで邪魔されるというか、満たされない思いがいっぱいあるから自分の声っていうのがわからないですよね。過去のネガティブな感情っていうのはぐるぐるワークで消化していった方がいいのと、常に自分をまずはねぎらってあげること、よくやってるよとか、自分大好きだよって、セルフハグして自分をねぎらってあげる。それとなかなか難しいんですけれども、できるなら瞑想とかしてみられるのもありですよね。できるなら瞑想してみてください。良ければがっつり情報とブロック外し来ていただくと、その辺もちょっとずつ分かるようになっていくので、ぜひがっつり情報とブロック外し、来て、で80回入っていただくとね、いいかなと思います。ただおっしゃるようになかなかハードルは高いです。一朝一夕では難しいですよね。質問。2018年から始めたコンサル業において、昨年大変大きいお仕事の依頼をいただきました。お金も希望も大きく、内容もチャレンジングでしたが、ワクワクしたのでお受けし挑戦してみました。ただ先方にとっても私にとっても初めての取り組みだったこともあり、もろもろがうまく進まず、一旦手を引かざるを得ない状況となってしまいました。まだ私には早かったということでしょうか。残念でたまらないです。まあそういうことでしょうね。それはしょうがないですよね。これをバネに頑張るしかないですよね。これをバネに、次はうまくできるように、しっかりとどこがうまくいかなかったとかね、そういうことを振り返って、で、何が必要なのかとか、どういう情報やどういう知識やスキルが必要なのかっていうことを振り返って、で、それ今から身につけるといいですよね。だから、これは失敗かもしれないんだけれども、失敗で終わらすか、あれがあったおかげでってするかっていうのは、これからのご自身次第なんですよね。だから僕よく言うんですけれども、選んだ道が正解だったように頑張るんですよ。起こってしまったことを失敗のままにするんじゃなくて、将来あれがあったおかげでってなるように、ここから努力していくっていうことが大事なのでね。そうしてください。今回の経験を失敗で終わらせず、しっかり振り返りたいと思います。一つだけアドバイスいただきたいのですが、最初から自分にマイナス印象を持っている担当者と信頼関係構築するためのポイントはあるでしょうか。今回の失敗の大きな要因がそこでした。トップが私に依頼、現場担当者はコンサルなんてと反対だったそうで、トップがゴリ押しした状況でした。相手とよく話することですよね。もうここはもうコミュニケーションをよく取るしかないです。相手の話をよく聞いて、その相手がどんな人なのかとか、何ができるのかとか、そこをコミュニケーションの回数増やすしかないですよね。武田勝彦さん、先日はお忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。武田勝彦チャンネルというね、チャンネルをされてる武田勝彦さんとこの前コラボで収録させてもらったんですよ。で、僕は、先祖供養とかね、よくというか、たまにお伝えするんですけど、あれって何かっていうと、自分の軸を整えるのにね、すごくいいんですよ。生きる軸ですよね。で、生きる軸が整うと波動って強くなるんですけれども、先人のことを知るっていうのもすごく大事で、で、武田勝彦さんは、日本のね、先人の歴史とかを伝えてくださってる方なので、コラボ動画撮ったので、すごく面白い動画になってると思うので、ご覧いただければと思います。武田勝彦さん、どうもありがとうございます。思いついたら即行動を繰り返しています。フットワークが随分軽くなっている気はしますが、他にいい効果はありますか。いい効果は数知れずじゃないですかね。まずやってみることで、展開は早くなりますよね。そうそう、いい質問ですね。ありがとうございます。アイデアって、あれやってみたら、みたいな直感であったり、アイデアって出るじゃないですか。そしたら、そのアイデアの先が出るのっていつかっていうと、やった時なんですよ。まずアイデアを実行すると先が出てくるんですよね。でもこのアイデアを実行しなければ、その先のアイデアって出ないので。だから、フットワーク軽くまずやってみるってことをすると、その先、で、またその先っていうのがどんどん出やすくなるので、それは素晴らしいですよね。直感を受け取るのも人生経験が必要なんですよ。
やっぱりいろんな経験や知識、スキルがあった方が、その直感より深みが出てくるんですよね。だから自分のベースで人生経験とかいろんな行動して、いいも悪いも学んでおくっていうのは大事だったりするので、同じこと聞いても小学生中学生よりも人生経験を経ている皆さんの方がやっぱり、いろんな解釈っていうのができたりとか、いいことじゃなくてリスクも想像できるじゃないですか。それってやっぱ人生経験があるからなのでね、そういった意味でもとにかくまずやってみる、いいも悪いも、経験するということはすごく大事なのでね、っていう効果があるかなと思います。ありがとうございます。お答えいただきありがとうございました。初めてのアウトプットに対してレスポンスあり、驚きワクワクしました。すぐ行動することで展開が早くなり、直感力もついていると確かに実感しています。これからもフットワーク軽くして進めてまいりたいと思います。実はなんで桑名さんのチャンネル登録しているかわからないのですが、いつの間にかチャンネル登録してあり、今一番見ているのが鳩のチャンネルです。これも波動が合うからですかね。そうですね、そうだと思います。あのね、僕の自分で言うのもなんですけど、僕の言ってる話って結構現実的で、スピリチュアルがお好きな人とかふわっとしたのがお好きな人は入ってこないんですよね。なんか時には頑張ってやらないといけない時もあるとかね、そんなことも言うじゃないですか。そういう発信が嫌いな人っていうのは見れないんですよね。見ても嫌な気持ちになっちゃうんですよ。今ご覧いただいてるっていうのは本当の意味で現実を変えていこうっていう思いが強くなったからだと思うんですよね。でそっちに向けて、だから現実を変えていくっていうことがより現実的になってきたというかね、そんな感じになってると思うのでありがたいなと思います。そんな波動になってこられたんでしょうね。桑名さんこんばんは。以前からやりたいことがあるのですが、自分では苦手なことがあり、人に頼まないとできないことなのですが、なかなか人に頼むことができません。どうすれば人に頼むことができるようになります？これはね、もう勇気出してやるしかないです。どうすればとかない、勇気を出してお願いしてみる。でお願いするときも誠実にやるとかね、頼み方っていうのは工夫されるといいですけど、でもどうしたらっていうのはもうないですよね。断れられた時もショックを受けないってことが大事で、はあ、断られるのが普通ぐらいで思っといたらいいですよね。ぐるぐるワークとは何だ。あ、そっか、初めてお越しいただいた方。ぐるぐるワークっていうのはですね、波動って体の状態、心の状態、エネルギーの状態、環境の状態のこの4つの状態で決まるんですけれども、まあそれが一つね、あと行動もあるんですけど、この状態っていうのがめちゃくちゃ大事で、この心の状態のところで、心の中にネガティブ感情がいっぱい人って溜まってるんですよ。過去に感じた怒りとか情けなさとか悲しみとかやるせなさとか、いっぱいのネガティブ感情っていうのが溜まってて、このネガティブ感情が溜まっていると現実にこのネガティブ感情を吐き出させるための出来事が起こったりするし、怒りをいっぱい溜めてる人は現実に腹立つ出来事がやってきたりするんですよね。それを現実を通してそれを解消するために起こるんですけれども、そんな現実引き寄せたくないじゃないですか。このネガティブ感情をお掃除すればそういう現実が起こらなくなるんですよね。でそれを手っ取り早くやれるのがぐるぐるワークっていうやつで、どうやってやるといいかっていうと、過去に例えば怒りだったら過去に腹立った出来事のことを思い出しながら紙にぐるぐるって書くんですよ。ぐるぐるって。紙はどんな紙でもいいです。チラシの裏紙でもいいので、ぐるぐるって書いて思い出しながらね。一通り出たなと思ったらその紙をビリビリに破って燃やしてください。燃やすのが怖い方は、水に溶ける紙を買ってきていただいて、ぐるぐるって書いてビリビリに破って水に流してます。この燃やすか水に流す、これが全部ワンセットなので、そこまでやっていただいたら結構ねすっきりするし、現実世界で起こる出来事っていうのは変わったりするので、ね、やってみてください。人生のパートナー、ソウルメイトと出会うにはどうしたらいいですか？もうこれはね、成長一択、自己実現一択で、今の自分のステージを超えていくことなんですよね。
そのヒントががっつり浄化とブロック外しにあるので、来ていただくとね、いいかなと思います。約束のステージっていうのがあるんですよ。約束のステージ。そこまで登っていかないと出会わないんですよね。で、この約束のステージが早い人もいれば、成長した後の人もいるんですよ。早い人っていうのは、パートナーと一緒に自分のステージを上げていくっていう約束をしてる人。でも人によっては、ここまで成長して会おうねっていうね、ステージを約束してる人がいるんですよね。そういう人はやっぱ、そこまで成長しないと出会えないので。はい。質問です。生活費が赤字になってまでも講座を受講して良いものか迷っています。現実が変わり、引き寄せ力を高めたいのですが、生活できなくなるまでしていても良いのか悩んでいます。これはなかなか難しい話ですよね。浄化に関して言うとね、波動が下がってると、邪気を受けてるとね、無駄遣いが増えるんですよ。ネガティブなエネルギー受けてると、無駄遣いが増えるんですよ。で、僕の八浴会っていう会があってね、入会金っていうのがいるんですよ。ある方がね、男性なんですけれども、派遣社員をされてた。で、派遣社員で生活は1ヶ月の生活費でもうカツカツなんですよね。勇気を出して来てくださってね、最初は体験セミナーなんですけど、で体験したところ、自分にはこれが必要だと思ってくれたんです。で、八浴会入会したいと思ってくださった。ただ、貯金はないんですよ。で、入会金は弊社では分割できるので、貯金はないから入会するには分割しかないんですよ。で1ヶ月の分割のお金を思ったら今でさえもうカツカツなんでこの分割のお金払うと毎月赤字なんですよ。でも自分は今これに入らないともう人生ここから前に進めないと思って勇気を出して入ってくださったんです。そこから3ヶ月か4ヶ月ぐらい経った時にメールが来てね、喜びのメールだったんですけど、何かっていうと、要約すると、あの時、もう赤字になるんだけれども、入らないといけないと思って入会しました。蓋を開けてみると、なぜか家計が黒字なんですって言うんですよ。自分ではよくわかんないけど、家計が黒字なんです。ありがとうございますっていうメールだと。これ何かっていうとね、波動が下がってると、自分では意識してないんだけれど、無駄遣いが増えるんですよ。余計なものに使ってるんですよ。で、それをがっつり浄化毎月するので、清めていくことで無駄遣いが減るんですよ。そしたら、実はその分割のお金以上に無駄遣いしてたんですよ。それがなくなったから黒字になるっていうね。そういう、まあこれはうちの会の場合で波動を変えていくので、全部が全部そうじゃないと思います。例えば、スキル系のものだったら別に波動は変わらないので、もしかしたら出費が増えるだけかもしれないですけど、そういうこともあるんですよね。スキル系でも、そこで毎月赤かもしれないけど、ここで学んだものを お金に変えるんだって意気込んで、頑張ってお金に変えればプラスになるし、それはちょっとわからないですけれども、でも、自己投資なので、プラスに変わらなければ、投資ではないですからね。そこはちょっとご自身で判断するしかないかなと思いますね。はじめまして、最近とても桑名さんの動画に惹かれて見ていますが、引き寄せ初心者です。いろいろやりたいことや考え方を取り入れたいと思いますが、まずはどのようなことからやってみるといいでしょうか。引き寄せたいんですよね。日常の自分の状態を整えることからやってください。状態というのは体の状態、心の状態、エネルギーの状態、環境の状態。これらを整えるってことはもう大前提でやってください。それと、引き寄せたいことがあるなら、それを実際に引き寄せている人と出会うことです。そういう人と会うようにしてみてください。最近自分の周囲の人たちの思考や解釈の偏りが気になって仕方がないです。私はこの文面そんなこと書いてないよね、そういう意味じゃないよねと感じる内容でも、極端にねじれた解釈をして憤っていたり、話を聞いていると辟易としてしまいます。なぜそういう人が周りに多くなってきて、旧友もそういう風に変わってしまったり、自分が変なのでしょうか、私が傲慢なだけでしょうか。いや、周りと合わなくなってるだけだと思うので、周りをどうこうじゃなくて自分がどうなりたいかっていうね、そっちの方向にシフトした方がいいと思いますよ。はい。波動が変わってきたんじゃないですかね。で、周りがいいとか悪いとかもどうでもいいので、自分がどうなりたいかに集中してください。で、もうちょっと言うと、
話していることをねじ曲げて解釈されることなんて僕はもう日常茶飯事で、YouTube なんかもう全然伝わってないなってことばっかりです。はい、そんなものです。だから自分がやるべきことに集中するっていうのが一番ですよね。邪気がどのように判断を悪くさせることができるのでしょうか。いや、あのね、波動が高い時の思考と低い時の思考って変わるんですよ。だから自分が状態がいい時ってやっぱ無意識的にいいことを考えるでしょ。で、波動が低くなってると悪いこと、よからぬこと考えるんですよ。これはもうそういうものなので、どのようにというか、ネガティブなエネルギーをたくさん受けてると、やっぱり自分を大切にしなかったりとか、ストレスでお金使いすぎたりとか、暴飲暴食したりしますよね。そういうものなんです。こんばんは。無性に孤独感で潰されそうです。どうしたらいいですか？でもね、考え出すとそう感じるようになってるので、夢中になることをやってみた方がいいですよね。それ普通なので、人ってある意味孤独なんですよね。だから孤独を考え出すとどんどん孤独になるんですよ。そんな分かってくれる人もいないし、本当に分かり合える人なんて世の中に一人いたらいいぐらいですからね。だからそれが普通なので、やってみたいことをやるとか、夢中になることをやるとか、あと周りの人に自分のことを分かってもらおうとしても無理ですから、分かってもらえないのが普通って思った方がいいですよ。分かってもらえないのが普通な中で、ここの部分だけは共感できるとか、この人はここの部分は共感できる、それがすごいことなんですよ。そういう人がいるっていうことがすごい。逆にね、その孤独が普通で、分かり合えないのも普通で、分かってくれる、共有できる部分があるっていうことが奇跡だぐらいに思っといた方がいいですよね。実は9月29日日曜日ですね、15時10分から秋田講演会をします。秋田でね、講演会するんですよ。僕の友人の山本時臣さんっていう、死を力にというね、本を出版されて、日本一の投資家と言われた武田和平さんでいらっしゃったんですけれども、あの武田和平さんの一番弟子だった方ですけどね、山本時臣さんが死を力にという講演会をされてるんですが、秋田で、僕と山本時臣さんとのコラボ講演会っていうのをさせてもらいます。これは死を力にの講演会と僕の波動のお話を合体させたようなね、そんなコラボにはなるんですけれども、まあ多くの人が誰かの死を経験してると思うんですけれども、そんなものを力にするっていうことなんですが、僕はちょっとまあ波動のお話はするんですが、他ではやったことのない、ちょっと皆さんの生きる軸が強くなる、波動が強くなるようなお話とワークをしようかなと思ってます。過去一回だけクローズな場でしたお話なんですけれども、世の中には出してない話やワークがあってね、そんなものをしていこうと思いますので、で、東北秋田での講演会ですから初めてです。なかなか東北で講演会することがないので、ぜひお越しいただければ嬉しいなと思います。普段しない話をします。ここだけのお話しますので、これも山本時臣さんとのコラボだから実現できるものなのでね。事前予約が必要ですけれども、懇親会もあります。僕は ほとんど懇親会しないので貴重です。ぜひお越しいただければと思います。それでは失礼します。ありがとうございます。